そうな城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。わかるな。逃げてやって、助けてくれ。おい、やしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美について叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。どんなものでも揃えてますよ。恐れながら数が足りませんね。
礼を言う。ここで良い知らせを。お気に召しそうなものを加えました。お気に召すかと。それで猛虎を倒してください。うまくお使いください。どうかお気をつけください。志村様によろしく。仁、待っておった。必ずや藩を討ち取り、龍蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で、
誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息は。赤島で猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。太刀のことならお任せください。酒井様、十分な素材をお持ちください。助かった。その太刀が錆を知りません。何か入りようで。政子殿、刺客の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。
イ様。赤島で待っておるぞ。守りは進んだか。ああ、いいえ、火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。太刀のことならお任せを。酒井様、十分な素材をお持ちください。鷹のやつ、足を弟子にするとか言ってます。
志村様は何て？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。もうこの非道な所業に叔父上の身を案じました。もう子供が玉になろうと、わしの心は折れぬわ。やつは言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。卑しい身なれど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い、燃える木とムクロ。消えだものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。もう子供、騎兵がいます。押し通れ。
猛虎も。かねたの木で見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。ここへ。いや、かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台を全て取り戻す。姫、武将、どうしよう。
腹くずれん。よくやった。これは手始めだ。挟み撃つ気か。逆手に取ってやろう。弓を構えて。切り捨てろ。皆殺しだ。会議を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。我らの意を示してくれる。
ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。ウムギ谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。なあ、心なしか阿波の味がおかしくないか。ああ、わかるよ。きっと食べ飽きたんだ。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い、生け捕りにされ土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後やつらはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は。ノリオと申します。藩の捕虜にされれば、俺はためらうことなく自害を選ぼう。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった。口寺は無事です。赤島の楠氏の村も、産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。我らが対馬を守らねば。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか。杉寺の僧たちならば、おそらく一日で召集できます。加勢により、皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の敵を取るぞ。敵討ちではなく、平和のために戦います。俺も戦えればな。
楠氏を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の楠氏だと言われています。赤島で会おう。お手伝いできることは？では。どうかご自愛ください。覚えてもよろしいでしょうか。より頑丈になりました。もう鍛えられません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。もうこの刃は通しません。Thank you.
きっとあなた様をお守りしてくれます。こっちだ、トラ。どうぞ見ていってくださいよ。恐れながら数が足りませんね。礼を言う。またいつでもいらっしゃってください。今は昔、天狗を相手にある取引をした男がいるといいます。しかしその後姿を消したとか。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。太刀についてのご用があればお役に立ちましょう。酒井様、私の名は玄峰。疲れた民を励まそうと努めております。良い心がけだな。菰田の浜で亡くなったお侍様たちを忘れないためには言葉だけでは足りません。
そこで武家の家紋が入った旗から勇気を授かり、猛虎に屈してはならないと皆に伝えようと考えております。他の武家の旗がありましたらお持ちいただけるでしょうか。